女性らしさもありながらかっこよさだったりとかそういうところも表現できるように、まあ、ちょっと上にレイヤーを入れたりとかちょっとドライな質感を作ったりでもその中にフォルムをちょっと丸くするところも作ったりとか暖色系ピンク系を入れて女性らしさを作ったりっていうところでちょっと二面性のある女性像を意識して作っていきました。内側は暖色系のツヤが出やすい色を使って表面は寒色系のちょっとドライなマットな感じが出やすい色を使ってでさらにその間にホイールワークを挟んでいってホイールワークの中にも寒色系と暖色系を挟んで動きが出た時にレイヤードされてさらに質感がドライとツヤ感と同じように出るようにモデルさんの髪質がどうしてもこう直毛だったのでやっぱり全体的にツヤが出やすいなので表面だけ部分部分にパーマをかけてわざとこうドライな質感が出るようにパーマをランダムにかけて表面のドライ感をより活かせるように作っていきました。下の方はちょっとこう少しレイヤーが入ったような切り口になってましてその上にちょっと丸みのあるツヤ感が出るようにカットしてまたその上に動きが出るようにレイヤーを入れて丸さの中にちょっとこうボーイッシュなショートっぽさを出してカットさせていただきました。ピンを使ってランダムにかけていきます。前髪の部分を全体にかけるのではなく間を取って動くようにかけていきます。上の方もランダムに取ってドライな感じがパーマであえて出せるようにランダムに動くようにかけていきます。スタイリングでですねちょっとアシンメトリーな仕上がりを目指しておりますのでこちら側はリバースにでこちら側はフォワードにっていうのを意識して巻いております。下はちょっと艶っぽくでオーバーに乗る毛はちょっとドライで、その差を質感をレイヤードさせていくような形でカラーで作っていきたいと思っております。アシンメトリーになる左側の方だけホイールを貼っていきましてでホイールの中にも色味をピンク系とアッシュ系と混ぜてそれを重ねていって出てくるところのレイヤードを作っていきたいと思っております。表面がメタリック次がオレンジ次がベージュ最後がピンクになってます。軟模様で、割と柔らかく仕上げるベース剤をつけていきます。パーマを戻す感じでちょっと柔らかめのワックスをつけていきます。カジュアルになりすぎず、またなんかこうツヤ感がありすぎて、まあ、ゴージャスになりすぎずというかコンサバになりすぎず、まあ、その中間ぐらいをちょうど狙ってカットのテクニックであったりとかカラーのテクニックであったりとか、まあ、スタイリング剤においても内側と外側でかなりコントラストがつくように考えてそこにポイントを絞りました。もともと彼女が持ってるそのアッシュ系のベースっていうのは似合っていったと思うのでその中で表面に出てくる毛先に動きを持たせてそこで質感を変えようっていうふうにそれがコントラストで変えて少し立体感を出して毛先の動きをより躍動的にするというか内側に隠れてレイヤーを忍ばせています。
それによって毛先の不規則な動きだったり流動的だったり躍動感だったりそういったものを表現してカットしました。基本はこのベースに対して足毛のリタッチを入れます。で内側にレイヤーが入っているのでここの表面の毛先に、バレイヤージュフレッシュっていう毛先により動きを出したりとか質感を変えたりっていうテクニックを施していきます。この分け目のセクションを、三角形に取って、ここにバレイヤージュフレッシュをしていきます。その隣の部位も三角形ですねにとってここには少し暗めのサーフバレイヤージュを塗っていきます。ウェットの段階で毛先に美容エッセンスフォルティを毛量に合わせてつけていきます。内側の毛先にトリエジューシースプレーの0番をつけてツヤ感をプラスします。外側の毛先にトリエパウダリースプレーの5番をつけます。毛先により動きを出すためにトリエムーブエマルジョンの8番を毛先につけていきます。表面的には動きがあってアクティブに見えるんですけども、そんな中でもちょっとなんかこう女性らしさを秘めた感じに見せたくて、バサバサだとなんかやっぱりちょっとなんか僕的にはすごく汚いっていうかいう風に見えるので、ちょっとツヤが出ててまとまりがある中で動きがあった方がなんかより女性らしいかなっていう風に、外側を中心にちょっとハードなウェーブでいったんですけど、内側はどちらかというと根元の方とかも全くかけてなくて、本当毛先にゆるくニュアンスがつくぐらいにかけてあります。外側に暖色系のバイオレットを乗せて、内側にポイントで青みのバイオレットを入れたんですけど、そこはパーマとカラーと逆になってるんですけど、ハードなところをよりハードに見せないために抑える暖色系と、収まるところにポイントとなる青みのバイオレットっていうので、そこら辺も内外の組み合わせでやってます。女性らしいパンクっていうところを落とし込みたくて、ここら辺はそのクラブ行く前にセットしきった感じのドライな質感とその汗をかいたウェット感を織り交ぜた。カットは絶対的に柔らかいラインで女性的なフェミニンさは出しつつ、パーマとカラーでどこまでそのフェミニンさを傾いて、けど落としどころはやっぱり女性らしいっていうところに落とし込みたかったですね。メッシュが多ければ多くて赤みが出てパンクが強くなると思うんですけど、全体的には白いベールの中にどんだけその暖色系のメッシュがこうポンポンポンってある中がなんかこうどこまで綺麗に見えるっていうのが多分フェミニンだと僕の中で思うので、ショートに行ったとしても直毛感をなくした丸みっていうのは女性にはすごく大事なところだと思うので、トップはパーパスで全部巻いて、サイドがリーゼントできて、サイドからこう流れる感じに出したかったんですね、縦長のシルエットで。けどラインはこう丸い感じなフェミニンさはやっぱ出したかったっていうところがありましたね。